なかなかタフなレースというか、そうですね、序盤はトップに立ったんですけども、サッシャ選手に抜かれたりとか、その後抜き返せたりしたんですけども、ノジー選手にアンダーカットされちゃったんですけど、その後もしっかりといいペースで自分は走れて最後トップに立ってたんですけど、展開としては厳しかったんですけども、非常に良いレースでした。また明日予選と決勝あるので、しっかりと休んで明日も優勝できるように頑張ります。ありがとうございました。